皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、どん底の時ほど自分に投資をしようというお話をしていきたいと思います。ですね、今日は、2018年の、12月の20なんですけれども、もうすぐ、まあ、クリスマス、あと2018年が終わるっていう、まあ、その時期にこちらの動画を撮ってるわけなんですけれども、今年1年を自分自身を振り返ってと、あと昨日ですね、たまたま私のコンサルメンバーの、まあ、Zoom というテレビチャットを使った会議、毎月やってるんですけれども、そちらの方で皆さんにも1年を振り返ってもらって、来年の抱負を決めてもらってっていう時で、いろいろな話が出た中で気づいたことを伝えようと思ってこちらの動画を撮ってます。テーマでお話しした、どん底の時ほど自分に投資をしようっていうお話がメインになるんですけれどもね、少し長くなるかもしれません。私の、一番きつかった時期の体験談と、その時にどういうふうに考えてそれを乗り越えてきているかっていうことと、その後の投資の仕方の考え方も全て含めて、来期皆さんが大きく飛躍できるようなヒントになったらいいなと思いまして、お話をしていきたいと思います。まずですね、昨日メンバーとお話をしてて一番印象深かったのが、とにかく2018年が一番どん底でしたみたいな形でね、言ってて、で来期はもう本当にそこから這い上がってやっていきたいと思う抱負を述べてる人が いました。で、彼女とはもちろんその個人セッションの時にもお話をしたんですけれども、一番どん底っていう時はですよ、本人がまあどん底っていうふうになってれば下げ止まりなわけですよね。だからそれ以上下がらないところにいるわけですよ。本人はきついと思います。きついと思うけれども下げ止まってるんですね。ということはあとは上がるしかないような状態になってるということですね。だから決してその未来に対しては悲観的な状態ではなく、確かにきつかったと思います。どん底の状態だから、どん底チームが3人ぐらいいたんですけどね、そこで話をしてて、来期頑張るっていうことで決意して入っていただいた方とかも合わせてなんですけれども、どん底は私も経験しています。本にも書いてますし、普通に計算してちゃんと地道にやるタイプの私が、予約が止まり、全く収入が入らなくなるっていうことを体験したのは本当に初めてのことで、油汗が出る体験もしています。貯金も当然食いつぶしていく状態になりますし、日々の、娯楽というか、多少余力の遊興費的な部分は全てカットして、自分の通常の食費もカットして、もしや駅に行くバス代とかもチャリンコに変えてとかですね、ものすごい節約をして乗り切ったことがあるのが3年目、教室をやって3年目でした。もちろん慢心っていうこともあったと思います。割と普通に、ブログを書いて、メルマガ書けば、大体入るのが普通だったのでね、そこに対する新しいことをちゃんとチャレンジしてこなかった慢心と、あとは精神的なメンタルの部分ですね。その時ちょうどもう心がガタガタになる、揺れ動く、プライベートの方なんですけど、辛い出来事がありまして、いつもできるルーティンの仕事をやはりできてなかったんですよね。数ヶ月、3、4ヶ月かな。それが出てきたのが、そのピタッと予約が止まる要因になったのは後で分かったんですけどね。だから私は今の指針として皆さんにも、コツコツいつでも平常心で、どんなに辛いことがあっても淡々とやり続けるっていうことを伝えてるんですけどね。それは自分がそれによって売り上げが止まって相当きつい思いをしたからっていう経験値で言ってるんですけどね。どん底から這い上がる方法はあります、当然ですけど。だってどん底だからそれ以上にならないんですよ。上がるだけだから。ただ私は売り上げを戻すスピードが、多分その時にこう本来であればこれぐらいのスピードで戻る
ところを、多分これぐらいで戻したかったので、こういう形の成長をさせるふうに、ここめちゃめちゃがむしゃらにやりました。何をやったかっていうと、節約と、売上アップのための施策を両方とも激しくここで動きました。あらゆるソーシャルメディアとか、お金がなかったのでね、広告は打てませんから、例えば YouTube1 ヶ月で150本上げるとか、ブログとかも当然毎日やるから30、40とか上げていくとか、当時はまあブログと YouTube が私のメインの媒体、Facebook はそんなにやってなかったので、そういうものと、あとは、ポータルサイトっていうところに登録しているところのね、レッスンの頻度を上げたりとか、まあとにかくできることは何でもやりましたね。ソーシャルメディアとかに関して言えば、発信量が多分停滞してた時の発信量の5倍から10倍に発信を変えています。それと同時に節約系ですね。普通に入ってきているのが当たり前だった状態で、当然その前月からのカードの引き落としとかお金も使っていますので、それが止まるっていうことは、まあ、途端に生活は苦しくなりますよね。本にも書きましたけれども、私の事業収入っていうのは事業の中で納めるっていうことを自分できちんと決めてやっていたので、家計費に持ち込むってことはしないっていうのを自分のプライドにしてましたので、主人の生活そのもの半分でうちはやってますけれども、そちらには影響がないように、まあ乗り切れなくなったら謝って、家計費をちょっと使わせてもらうことをお願いする予定だったんですけれども、事業だっていうふうに切り分けていたので、自分ができることは全てやりました。それがスポーツジムの解約だったりとか、遊興費じゃないですけどね、健康のためにやってたんですけど、それどころの騒ぎじゃない状態になったんで、そちらの解約、月に一度行っていた、ヘアサロンですね、美容院とかも解約、あと化粧品とかも月に使ってて、なんとかしぶしぶちびちび使えばどうにかなるかもしれないと思って、化粧品新しいの買うのを止める。飲み会とかパーティーとか人と出会う場に行くのも好きだったし、そういったところで新しい知識とかを得るようなことをしていたのも、そちらも極力断る、行かないようにする。セミナーとかも結構行ってたんですけれども、もう本当に必要なもの以外はもう全部キャンセル。キャンセルっていうか、まあ、予約入れて入金前のやつはですけど、入金しちゃったやつは当然行ってますけど。ご飯、食品に関しても、まあ、夜のは、家庭という子たちの食品になるので、朝と昼に関しては、パン教室をやってる時のこれはお話なので、もうあれですよ、冷凍パン。前は余って冷凍室が困っちゃうからって言って、困ってた冷凍パンを、解凍しながら1個ずつ食べる。冷凍パンはなぜできるかっていうと、レッスンの中でデモンストレーションやりますからね。その時に余ったのを仕上げて入れておく。誰かに会った時にポイポイ渡してたんですけどね。まあ、それはだからもうそういう状態になったら、入れといたやつを1個ずつ解凍しながら、朝ごはん、昼ごはんみたいな感じで、食費すら、500円の食費すらケチるみたいな感じで、緊縮財政とガツガツに動くっていう、この両方をやったことによって、結局その1年はじゃあどうだったのかっていうと、夏にそれになっちゃったんですけどね、すごい落ち込み、ゼロになっちゃう、一瞬ゼロになる、予約が止まるっていう、衝撃を味わったのはその時なんですけど、まあ、こういうふうに来てて、こうなってこう戻したので、1年っていうか、まあ、数年の単位で言うとずっと右肩上がりは変えてないんですけど、その1年だけ見れば動きはすごく激しかったっていうことですね。で、いろんなものを切ってった中で、私がどんなに辛くても切らなかったのは、私のコンサルタントの契との契約のセッションのお金は切らないようにしました。自分がそれこそおにぎり一つだろうが、パン一個をかじろうが、そこは生命線だと思ったんですね。ずっと3年とか4年とか見ていただいてる先生に、見ていただいてるんですけれども、結局月一度の報告だったので、その自分が変わってることを自覚してなかったので、きちんと報告をしてないところのほころびがドンと出たっていう感じだったんで、そんな風になったことを報告した時に、まあ、2人ダブルコンサルでやってたんですけど、2人ともびっくりしてました。順調にいってるものだと思ってたんで、泣きながら訴えました。
本当につらかったんです、その時は。自分がしてしまったこととはいえですよ、精神的な、メンタルの弱さが行動させないことに出てしまったことも反省しつつも、目の前にある残念な事象はどうにかしたかったんですよ。泣きながら訴えました、2人のコンサルタントにね。そして通常は音声で回答をくれるんで、例えば10分とかって時間が決まってるんですけれども、2人のコンサルの人は、私と長年もちろんやっててくれたことがあったのと、大ピンチの危機だっていうこともあったので、普通のその度外視のところで助けてくれたんです、アドバイスくれて。10分が例えば契約の分数だったとしても、その時30分とか40分で2人ともアドバイスくれました。施策的なところのアドバイスはもちろんです。今やるべきことと、短期的にやるべきことと、長期的に見直さなくてはいけないことと整理して教えてもらって、それに沿って全部組み直しをしたりとかもやりましたし、あと私の一番の心の支えになったのは、その考え方ですね、マインドの方です。多分施策が例えば20分喋っていただいて、マインドの部分20分っていう形で40分の回答をもらった、その回答を泣きながら何度も聞いて、うちの裏は鶴見川があるんですけど、ちょうどこう一つ回ると一周が20分なんですよ。その20分をずっとその声を聞きながら、自分の情けなさも反省しながら、でも結局なぜ立ち直れたのかっていうと、私を信じる力ですね。その2人が私を私以上に信じてくれる力があって、できっと当然復活できる。要は2人とも言うのは踊り場だっていうんですよね。3年目っていうのもあったんで、こういうふうになってて、この状態、一瞬落ちてるように見えるのかもしれない。落ちてるったとしてもですよ、ホップ、ステップ、ジャンプの感覚で言うと、高く飛ぶためには低くかがまなくてはいけないって言われたので、でそして次に上がるために今があるから、今の時期を大切にしてくださいって言われたんですよね。ああ、そっか、踊り場なのか。そしてそれは割と皆さんに普通に訪れるっていうことも言われました。3年とか5年とか10年とか節目で、その時にまた上がるっていう、これを繰り返すのが人間の成長だって言われたんで、私初めてだったので、すごく混乱したんです。だけどそういうふうに言われて、あ、先輩もそうやってやってきてるんだっていうことでね、なったんで、そこは乗り越えることができたんで、それが私の一つのコンサルタントの理想の形っていうか、目指すべき姿になったのは間違いないです。寄り添う、依存はさせないけれども、徹底的に、その人と共に二人三脚で歩いていくっていう、そのスタイルはその2人が教えてくれたので、私はそれに倣って動いています。だからもちろんノウハウも教えますけれども、マインドを支えるって決めたのは、自分の時にそのズタズタのボロボロの気持ちを支えてくれたのは、そのどちらかっていうとメンタルを支える言葉がメインだったので、それで私はできるようになったので、そこを感謝しているので、それが私の一つのコンサルタントとしての人間性としての形になったのは間違いないです。そしてその時に気づいたのは、他のものをどんなに削ろうとも、自分が飛躍するための投資、成長にはお金をケチってはいけないっていうことですね。その頼みの綱を切ってしまったら、ビジネス的に伸ばしていくであろうアイディアとか目をもらうことができないので、考え方はいろいろあると思います。いろいろあると思うんですけれども、例えば何か事業がね、うまくいかなくなって厳しくなった時でも、その自分自身の部分で反省点があって、コンサルタントの言葉を言ったせいで失敗して、言葉を聞いたから失敗したっていうなら、もちろん解約して構わないんですけれども、単なるお金がどうにかならないから、その相談フィーとか、やってるやつを切るっていうのは、私の経験値から言っても、逆にむしろそういう時期だからこそ、その倍、3倍、5倍とかを取り戻すっていう意味で、未来の自分に投資をするっていうことで続けた方がいいと思っています。これは私の続けなさいって言ってることではなくて、その苦しい時ほど何か切ってしまいそうになる一つの要因の中の優先順位
が狂ってはいけないっていうことですね。で、私はそんなに厳しい状態だったとしても、コンサル費その時の私にはすごい高額だったんですけど、2人同時でしたから。それでも切らないで、アドバイスをもらうことで、その後十何倍とかに返っていくようなお金を作ることができてますので、やはり苦しい時ほど投資はやめない。返ってくる投資ですよ。返ってくると自分が信じられない投資はやめた方がいいです。返ってくると信じられるものに関しては、何とかお金をひねり出しても続けるっていうことが必要だなっていうふうにその時感じたんです。だから昨日メンバーとかがどん底ですって言ってるのは、もう下がりようがないので、どん底って自分が分かってるんであれば。あとは上がるだけなので、当然私のところにいてるっていうことは、そういう投資をすると決めていてくださってるっていうことは重々分かっています。だから当然ですけど、結果を出していくふうに私はアドバイスをする予定です。で、アドバイスをする予定だし、それを受け取った人は行動して動かなければ変わらないので、来年は、その指針に沿って動いていただけたらなというふうに思ってるんです。で、もう一つ言っとくと、いろんなコンサルタントと呼ばれる方いらっしゃると思うんですけど、誰も皆さんに成功してほしくなくてアドバイスをする人なんて誰もいないと思うんですよ。成功してほしくってアドバイスは言います。で、相性が合うかとか、そのストーンと自分の中に入ってくるかどうかっていうのは、これまた別問題なんですけども、そうだったとしても、相性が合う、信じられるって思う人の部分に関しては、その縁は切らない方がいいと思います。あともう一つですね、現状私、来期の、コンサルの6ヶ月の講座とかを、お伝えしていますけれども、タイミングっていうのが当然あると思うんですよね。で、一応こちらの期の横浜は定員にはなってるんですけれども、大阪の方はまだ定員が大丈夫。ただ、横浜っていうか都内ですね、関東近郊の人でも1月生でスタートしたくて本気の人で人生変えたいっていう人がいるのであれば、私はもう1日程作ろうかなっていうふうに思っているんです。なぜこの話をしているかっていうと、どん底であって来期背水の陣でどうにかしなきゃいけないっていう人がいたら、その人を救いたいというふうに思ったから、緊急で動画を撮ってるんです。背水の陣、要は後ろがないっていううちのね、メンバーほど成功してるんですよ。だから、おそらく真剣に取り組む度合いによって成功確率が変わるんだろうなと思いました。要は私と出会い、それをやってみてうまくいかなかったらもう廃業するっていうタイプの人とかも結構いてるんですよ、私のところ。崖っぷち系の人が多い。私自身もそういうドラマチックなことが好きだからかもしれないんですけどね。だって非常識思考は人生を180度変える思考だからです。なので、あまりこう別に無理くりに入ってほしいとかっていうつもりはないです。ただ、私はいい情報だなと思うことは、言わないのは逆に罪だと思っているので、お伝えしているという感じなので、もう一度言いますけれども、来期始まる1月生っていうのはゼロ期生ということで、新しくリニューアルした講座、パワーアップした講座のモニターになります。なので、相当な金額の特典もついてるし、内容も充実しているというところでスタートができる一番いい機会になっています。だから、来期消費税もアップになります。当然それも上がりますし、モニターじゃなくなったら上がります。だとすれば、やはり安い特典があるこの時期に入れるっていうことを私が案内しないっていうのは、それは罪だと思っているので案内をしています。そして、その期が、例えば今本当に辛くてどうしようもない、でも本気でどうにかしたいっていうふうに思ってるのであれば、そこは決意として前に進む投資をすると決めるのであれば、私はそれに応えるだけの内容は提供しようというふうに思っているんですね。で、なぜそう思ったかっていうと、私自身が今期、立てた目標の200%アップで終わっている。その間、念頭に立てたこうしたい、こうしようと思った目標は全てクリアしました。だから当然売上上がってるんですけどね。
で、売上目標と行動目標っていうのが両方あるんですけれども、私は行動目標っていうことも重視しているので、まあ、売上はそれについてくるっていう感覚ですね、どちらかっていうと。そして余力があったので、来期の仕事ももう先月から始めてます。来期こうしたいって2つほど新しい仕事をやるんですけど、その準備を、売り上がったお金を利益から出してやってってます。で、私が成長し続けなくてはいけない理由っていうのは、私のクライアントを儲けさせなくてはいけないからです。その私が牽引する部分の金額ないしは知識内容は皆さんの10倍持ってなくてはいけないというふうに思っているので、皆さんを成長させたかったら私がまず成長しなくてはいけないと思っているので、常に稼ぎ続ける、成果を出し続けるということは決意しているので、今年も自分の学びのための投資っていうか、まあ皆さんのためになるであろう勉強を自分のためにね、投資とかやっぱ300ぐらいは普通にしています、1年間で。だからそれを投資し続けることで皆さんに還元しながら知識を渡しているので、私と喋る15分とか1時間はその人にとって15分1時間かもしれないけれども、それを一番いい最適解を私出すための訓練と勉強をずっとし続けてるということ、だからその脳みそを使うっていうことを考えると、その価値はどれぐらいのものなのかっていうのは、自分一人で考えているよりも早く欲しい成果にたどり着く可能性が高いんだろうなっていうふうに思ったんです。これはメンバーからの声とかもあったんですけどね、要は私が例えば10分とか15分とか指導するところで本人が気づくとするじゃないですか。で、その本人の気づきっていうのは本人だけだと気づかないんですよ、当然自分の思考だから。で、私がなぜそう思うの？なんで？って聞くと、新しい突破口っていうか、私それ売り上げ上がって当然だよねとか、制約して当然だよねっていうのが、なんでできてないのっていう視点が見えちゃうんですね。だからそれを言うと、あ、私逃してた案件、売上上がってなかった案件すごくいっぱいありますっていうと、すごくいっぱいあるっていうのが改善された瞬間にもう収益化するので、メンバーからの成果報告で10倍になったとかいうのも全然あり得るだろうなと思いますし、はい、0件だった人が10件決まるっていうのも全然ありだし、集まらなくって、制約とかもしなかった人が、ほぼやる講座が満席になるのも全然あり得るんですよね。そういうものを組み、正しく動いていただいて、それに対する成果がついてくるだけだからです。ただ、自分だけでは視点で見えないことは当然誰かの視点が必要になるので、そういった部分で客観的な目っていう意味できっとコンサルタントっていう人はいると思うんです。ただ、いろんな方がいらっしゃるので、相性がいい人見つけるのがいいと思います。私じゃなくてもいいから。ただ私の指針としては、どん底の時ほどお金は使うべきだと思ってます。サラ金借金するところまでいかないにしてもですね、削れるところまで、どこまであなたは削ったんですかっていうことですね。私のさっきのなんかどん底話ね、もっと聞きたい人聞いてもらってもいいですけど、相当緊縮財政組みました。結構いろんなものにお金使う人でしたけどね、それはきっと私の事業への覚悟を試されたんだと思います。で、そのどん底の時に見えるものってやっぱあって、あ、ダメだ、予約が止まったらゼロになる仕組みをやめようって考えて作ったのが月額課金のシステムです。で、それが、月の売上の半分になるように作ろうと思って、まあ、今はそれでも月の売上の半分、まあちょい少なめですけれども、もう要は月が始まる時に売上がもうすでに立つのが見えてる状態を作ることができると、安心して次の施策に取り組むことができますし、集客し続けるっていう、集客はし続ける努力はしています。動画を上げるとか、ブログを書き続けるとか、ルーティンはやってます。だけれども、告知的にこう一時的に頑張って頑張って一生懸命アクセスやるっていうのは少なくなってきてるのは、積み上げがあるからっていうのと、月の売上がすでに見えてるところで確定してるのがあるから、ここの分だけ頑張ればいいっていうやり方に、プラス新しいことでさらに売上を積み上げるからっていうやり方が、その3年目の一番きつい時に仕組みを全部作り直すっていうことをしたのでできた。だからピンチ、どん底の時って全てのシステムを見直すのにはすごくいい時期で、
それを私は私のコンサルタントから習いました。なので仕組み全崩壊させてもう一度組み直しました、全部。それはそんなに止まってなくって、普通に予約が入ってたら絶対にできなかったことだったと思います。だからどん底になるっていうのは、何かの警鐘であり、何かの意味あることなので、それを理解して取り組んでもらったらいいなというふうに思ったので、どん底は決して悪いことではなく、もう上がるしかない良い予兆であるっていうことがまず1点です。そしてお金がない、お金がないっていうふうに言いますけれども、どこまで切り詰められてるかは別として、お金がないなりきの状態の中でお金を作り出して何か学ぶ、何しは売り上げが上がることのための知識を身につけることに投資をするのは投資なので、回収が伴いますから必ず回収できます。それぐらいに辛い状況で学ぶ知識っていうのは血になり肉になり、絶対にあなたを助ける。だからどん底の時ほどお金を使ってほしい。遊興費ではなく自分の、将来のためのお金を使うって、それをしてほしいなっていうふうに、ふと昨日の反省会を思ってて感じたので、今年の年度末にですね、来年に皆さんが飛躍していけるような形で、辛いからこそ頑張る、自分に投資をするっていうことを考えてほしいということと、そのためのサポートをする来期の私の施策っていうのは皆さんにとって非常に有利な状態であるっていうことも合わせて伝えて、必要な人は私にコンタクトを取ってください。ということで、2018年クリスマスちょい前、皆さんにふと思った、ちょっと高語録番外編になるんですけれどもね、お伝えしたいと思いました。それでは。